子どもたちが幸せな気分になって学校で頑張ろうという思いを持ってもらいたいなと思ってます。校長として子どもたちのいいところを見つけていく、そういう姿勢はずっと持ちたいと思ってます。そのために毎日この花に子どもたちのいいところを書いてですね、アコリに貼って子どもたちに見せています。子どもたちはいいところを認められると嬉しくなってまたそれをしようと思います。その友達のいいところを見つけた子どもたちはそれを真似しようとします。子どもたちは褒めれば褒めるほどこう嬉しくなってくるものですので、褒め言葉のシャワーというのも日本にあるんです。